静か行政書士 FP 事務所の静かでございます。今回は前回2016年の世界株価指数ランキングを、お伝えして、で今回は2016年の投資信託値上がりランキング、まあ、リターンランキングをやる予定だったんですが、データがまだ揃いませんでですね次回できたらいいなと思っておりますんで、今回はちょっと気になっていたところがありましてですね、それをやってみたいと思います。ということで、47回は初級者のための投資信託講座に第2回ということで、基準価格と投資信託の割高割安っていう話なんですね。結構この辺は問い合わせが多いところでして、基準価格ってものをどう考えるかで、分配金とかに関する話は前回というか第7回あたりで話をしているので、そちらをご覧いただくといいと思うんですが、そうじゃなくて、基準価格自体の考え方っていうのをちょっと改めてやっていきたいなと。で、いろんな本にも書いてあるところなんでいいかなと思ったんですが、ちょっとやらないとやっぱり良くないのかなと思いましてですね、今回取り上げてみました。で、どういう話かと言いますとですね、まず基準価格とは何だっていう話で、これは多分第1回のところでもちょっと触れているんですが、基本的には1万口あたりのその投資信託の価格のこと、値段のことを基準価格と言ってます。1万口じゃあたりじゃないものもたまにありますので、そこはまあ、ただほとんどの投資信託9割ぐらいの商品が1万口あたりの値段のことを言っています。で、計算としては純資産総額割る総口数で1万口あたりなんで、ここまでだと、一口あたりの基準価格が出るんですが、で1万口あたりということなんで、かける1万口で算出します。で、基準価格っていうのは1日に1つしか存在しませんね。株と違って、1月5日、まあね、何日でもいいんですけど、1月5日の値段は1つしかないです。一応ここまでが基本的なところです。で、ちょっと話を付け加えますが、口数ですね。まず投資信託はこういう1万口あたりのうんぬんっていう投資信託のタイプは基本的に、一口1円から始まります。つまり1万口1万円から始まるわけですよ。で、次、投資信託が買われて純資産総額が増加しても基準価格は上がらないんですね。これはまたこの後話します。あと、基準価格の代償は割高割安とは関係ありません。これも、次、のスライド以降で話していきますが、この辺がちょっと分かりにくいところかなと思いますんで、次のスライド。純資産総額の仕組みです。一応、できたばかりのファンドだと思ってください。で、100億円、募集段階で集まりましたとします。そうすると、100億口数ができるわけですね。いろんな投資家から100億円、100人の人が1億円ずつ出したか分かりませんが、とりあえず100億円集まりました。で、口数にするとそれを100億口になるわけです。で、基準価格としては一番最初なので1万円です。さっきの計算式に当てはめると1万円、やはり1万円です。で、簡単に話を進めるために、このファンドが A 株という株と B 株という個別の銘柄、それ、2つだけに50億ずつこの100億円の資金を突っ込みました。本当はもちろん現金で持ってないといけない部分とかがあるんで、解約とかに対応しなきゃいけないですから、
全部突っ込むってことはないですけど、まあ一応話を簡単にするために、50億に突っ込んだと。で、この A 株が成長して50億が100億円になったと。2倍になったぜと。すると、このファンドとしては、純資産の規模150億円になりますね。ただ、新しく買い付けが行われたわけではないので、口数は変わりません。100億口です。そうすると、基準価格は1万5000円に上がります。投資対象の値上がりで口数は変わりません。口数が変わるのは、新しくこのファンドを買ったとか、もしくはファンドを売った場合のみ、口数は変わります。なので、中身が変わる、中身の、基準価格が上がると、中身、投資対象の、各株とか、債券とか、リートとかの、値段が上がると基準価格は上がります。もう一つ。さっきの100億円、100億口の例で、新たに50億円の買い付けが入りました。このファンドに対して。まあ、超大口の投資家ですけどね。で、そうすると、これ150億で150億口になるわけですね。新たに買い付けをすると、その分の口数が変わります。で、今の基準価格で、金額を指定で買うならば、その買い付け金額を基準価格で割った口数を買うことになります。で、そうすると、基準価格は変わりません。この場合は。なので、新しく買い付けをしても基準価格はそのまんまです。やはり中身が変わらない限り、もしくは分配金を出すということをしない限り、基準価格は変わらないです。で、基準価格と分配金の関係に関しては第7回の動画を見てください。基準価格を出すと、分配金を出すと、基準価格は下がります。株と違って、理論上ではなく、はっきり下がります。現実に下がります、その分は。で、基準価格の下落要因。基準価格が変動するっていうのは、変動要因としては2つしかないと思ってください。運用成績の良し悪しと分配金をたくさん出しているか出していないかの違い、違いというか、分配金を出していると下がりますんで、基準価格が下落する要因としてはこの2つしかありません。逆に言うと、基準価格が上がる要因っていうのは運用成績がいいっていうことしかないんですけど、運用成績がいい悪いは、投資している投資対象の株なり債券なり、リートなりもしくは為替が良ければ基準価格は上がるし、それが悪ければ下がると。で、その投資信託の人気は基準価格には直接関係はしません。直接と言ったのは、例えばその投資信託がすごく人気でお金がどんどん入ってきて、で、それを入ってきた、投資資金がをさらに、その新たに、投資している株に、資金が流れることになりますので、そうすると、その株が買われることになるので間接的に影響は出るかもねっていう話です。ただし、あんまりそれが影響は出ないようにっていうルールではありますんで、ただ結構テーマ別ファンドとかで、
新規設定の募集でかなり、一生懸命証券会社が募集をしているような商品が投資している銘柄は結構運用開始時にね動いたりしますけど、ただそれはあくまでまあ間接的な要因として考えてください。で、下落要因としてはその運用成績が悪いか、分配金出すとその分、これも第7回のところで話をしていますが、分配金を出した分そのまま現実に基準価格が下がります。株と違って、現実に下がります。理論上じゃなくて現実に下がりますんで、なので投資対象が例えば日本株225でもいいですけど、225は分かりやすいですかね。日経225のインデックスファンドで分配型と無分配型だと運用成績が同じぐらいだとしても基準価格で差が出てしまうということです。で、それはどっちがいい悪いっていうのは使い方だと思うので一概に言えるものではないと思います。まあ、分配金出さない方が効率がいいとかそういう話ありますけど、まあ、分配型は使いようだと私は思ってますので、下落する要因としてはそういうことだということですね。なので、基準価格が高い大きい、確かにそのね、リート型ファンド、海外リートの3000とか4000とかの基準価格を見ると1万超えているような基準価格が1万2000円とか3000円とかの、無分配の投資信託とか見るとちょっと高いなとか思っちゃいますけど、それは別に関係ないので、なんでしょうねトヨタの株7000円とか8000円とか7000いくらのトヨタの株と1100円とか1200円の日産の株をどっちが割高かどっちが割安かって言ってるのと同じことなんで、それではもう関係ないと思ってください。一応最後のまとめとして、基準価格が高いと割高とかそういうことではないですんで、他のファンドとの基準価格を比べるのはやめてください。無意味です。はい、で割高割安はその投資信託の投資対象である株式などの価格で判断しましょうということで、ファンドの平均 PR とか書いてくれてると嬉しいですね。 PBR もあると嬉しいですね。でレポートなんかに書いてあるかなと思いますが、書いてないやつもあるかなと思いますので、いろいろ資料を見てください。あと、リート型だったら NAV ネットアセットバリューとか各種指標を活用して、ファンドの平均 NAV とか平均 PR とか、指標が載っけてくれてるやつは載せてあると思いますんで、それを見ていただくといいかなと思います。で、運用成績を確認するんならいろいろ見方はあると思うんですが、分配金を再投資した場合の再投資基準価格とかっていうのがレポートなりに載っていると思いますので、大体、基準価格の推移とで絶対それを上回るような再投資基準価格ってのが載ってると思いますね。逆かこういうのがね、あと純資産の推移とかが一つのチャートになってるようなのが大体、月次レポートとかに書いてありますんで、それを見ていただいたりとか、あとは結構リターンとかがね、3ヶ月リターン、半年リターン、1年リターンとかがその商品のホームページとか、あとモーニングスターのページとかにも出てると思うんで、その辺を見ていただくといいかなと思っております。そして前回に引き続きお知らせです。コラムの連載を始めました。ソルディというサイトで、書いておりますんで、ここでお知らせです。前回もお知らせしたと思いますが、ソルディというサイトでコラムを始めましたので、ご覧いただくといいかなと思います。動画であんまりお話をしないようなことを書いていくつもりではおりますので、ニコ生で、ビットコインについて、話してほしいという話があったんですが、それもちょっと動画にしにくいというか
投信と株の動画しかないんで、ちょっと新しい動画シリーズ作んなきゃいけないのかなと思ったんですが、ちょっとこっちに、このソルディというサイトに書いてみようと思います。ちょっとこの運営の方と話したら、ビットコインぜひ書いてほしいというお話をいただいたので、こちらにビットコインについては、次回の記事で簡単な見通しを書こうかなと思ってますんで、ご覧いただけたらなと思います。ということで、引き続き質問も大募集しております。引き続き質問も大募集しております。結構最近質問を、多くいただいておりますので、それなりに結構丁寧に答えさせていただいているつもりですね。メールでいただいたものとかも、いろいろお答えをしておりますので、知られたくない人はメールでも結構ですし、動画のテーマにしてもいいよということであれば、コメント欄に書いていただいても嬉しいなと思っておりますので。ということで、基準価格とか、あと、純資産総額について、ごくごく簡単に、考え方を、述べさせていただきました。確かに、この点の質問っていうのは、その、投資信託の本、その、入門、投資信託入門みたいな本とかにも確かに書いてあるんですね。実感するところでもありますが、やっぱりその点の質問は多いので、今回取り上げさせていただきました。そうですね、基準価格、株と違って例えば、ね、ユニクロのファーストリテイリングが4万円だっていうのを、ちょっと4万円で100株単位とかになると400万だから高いよなっていうことにはならないので、言っても8000円とか1万とかね、100万もする投資信託見たことないですから、公募の投資信託でと思うので、あまり基準価格が高い安いは横で比較はしないでください。もちろん、同じファンドで昔と今の投資信託、基準価格比べるっていうのはもちろんしていただいていいんですが、あっちの投資信託とこっちの投資信託、基準価格だけ比べてもっていう話なんで、そこら辺の場。ETF も同じだと思ってます。ETF で、インデックスは確かに、日経平均の価格と、ほぼ同じように推移しているものとか多いですから、あれですけど、ETF も同じように基本的には別に基準価格の高い安いで比べる必要はないと思いますんで。ということで、投資信託を考える第47回、基準者のための投資信託講座第2回でした。ご視聴いただきましてありがとうございました。